新銀河ヒッチハイクガイドは、アイルランドの作家応援コルファーによって2009年に執筆された、イギリスの脚本家、ダグラス・アダムス原作のスラップスティック SF シリーズ、銀河ヒッチハイクガイドの第6作目にして最終話。アダムスは、第5作、ほとんど無害が事実上のバッドエンドで終わったことを受け、6作目を執筆する意欲を見せていたが、2001年に死去をしたため、 果たせなかった。そのため、コルファーが本作を公式続編として執筆している。現代の、アンド・アナザー・シングは、第4作、さようなら、今まで魚を、ありがとうからの引用であり、遠来を、負けた議論を、もう一つ言いたいことが、と蒸し返す人に例えたもの。本作が半ばシリーズの打足に近いことを表している。ストーリーは前作。 ほとんど無害のラストを引き継ぐ形で始まる。アーサー・フォード・トリリアン・ランダムの4人は、グレビュロン人による地球破壊から、ま一発で逃れ、おのおのおむね平和な余生を送っていた、はずだった。しかし突如として、平穏は破られる。今まで現実だと思っていたのは、彼らの悲惨な運命を哀れんだ、銀河ヒッチハイクガイド2号が見せた束の間の幻覚に、過ぎなかったのである。 ガイドのバッテリー切れで、再び破壊直前の地球に引き戻される4人。危機一発のところで、昔馴染みのゼフォードが助けに駆けつけるも、思わぬハプニングで、宇宙船の機能がフリーズ。身体極まった5人は仕方なく、その場に合わせた、不死人のエイリアンワウバッカーを、助けてくれたら殺してやると解き伏せて、地球脱出に成功する。ワウバッカーを殺せるであろう。 親族と話をつけるため、贅ードは一路アスガルドへ。一方、ワウバッカーの船に残ったアーサーたちは、自分たち以外にも別ルートで脱出した地球人がいること、彼らの植民性を、またしても、ボゴン人が狙っていることを知る。新銀がヒッチハイクガイド上、新銀がヒッチハイクガイド下。ありがとうございます。